明日はするかもしれない。明日はお話し会の前とかにするかも。準備が早く終わったら準備が早く終わったら明日何着ようかな、まだ決めてないんだよね。明日も寒いかな、決めなきゃだ。PC 買うときモニター、モニターも買うね。モニター買わないとできないやモニターないからPC だけ買っても何もできない。29度で暑くてムシムシするし、マジか。29度で暑くてムシムシ、ちょっと嫌だなその気温ちょっと嫌だな。もうちょい涼しくなってほしい。なんか外出たら長袖ぐらいの気温なのかも。室内いると家の中いると普通に半袖なんだよな。もうちょっと、もうちょっと寒くなってほしいな。今この部屋26度、ちょっと長袖にはまだ暑いわ ピンクの猫え、何それ。あ、充電してない。これ充電器持ってくる。 1% だった危ない危ない。配信中以外放置してたら1% だった。返信じゃない、だいぶ前に来たよやばい、全然返してないや。返さなきゃいけない。日曜ぐらいに来た。ショルムイベント終わってから返そうと思ってたら返してなかったわ。返さなきゃ、だいぶ前に来てる。前髪がふさふさだな。昨日言ってたさ、エペの新モードみたいな、なんだっけ、なんか3人のパーティーが4部隊ぐらいあるやつの、なんだっけあれ1回だけやったんだけどさ1部隊3人じゃん、1部隊3人なのにさ2人でさ1人足りなくって、私のチーム普通に負けた。1回しかやってないよ、その新しいモードは。1人いなかった。還元モード、あ、それかな、多分それ。初めてってさ、よくわかんないまま始めたんだけどさよくわかんないまま始めて、そう、途
途中で分かった、あこういうことねみたいな。でもなんとなくでしか分かってない、なんかとりあえず倒せばいいのかなぐらいあれどういうルール全然分かってない。もう始めちゃった、1回しかやってないけど。時間配信してアイロン取ってきた方がいい、アイロン取るんだったらここ取らなきゃいけないからもういいよ、取らなくていい、別にそこまでじゃない。操作な、操作でも思ったよりできた普通にそこまでじゃなかった。あキルしたら武器が変わるんだ、変わってたっけな、全然覚えてないなあれどうなったら勝ちなの、そのなんか制限時間みたいなのがあってってことで、よりダメージとかキルしたチームが勝ちってこと、そういうこと、あんまよく分かんなかったんだよね。今日600円時の宿直さつもりが寝てしまいました、なので1日遅れ許していいよ、ありがとうありがとうあお城タワー、国葉さんお城タワーありがとうございます、ありがとうそういうことね、一日遅れありがとうございます、全然酔ってくれるだけ嬉しいですお城シロタワーよし、後ろタワーありがとうございます、ありがとうありがとうございます、後ろタワーありがとう、あ今メール来た、始める前に送ったんだよね、リストバルキー二人がいたからちょっと可愛かったから撮ろうと思ったんだけど、すごいなんかえなんかさあれさ物販のところにパネルが置いてあって、そのメールで送った写真物販のところにいっぱいパネルが置いてあってね、いっぱい人がいる状態で自撮りしてたの、やばいよね普通にえどうしようか迷ったけど急いでパパパって撮ってしてたちょっと表情があれだけどえ
練しながらゲームの操作とかルールを覚えるた。うーん、そっちかもしれない。練しながらかも。スプラ、スプラ昨日やってない。てかまだ入ってない、あれ。任天堂オンライン入んなきゃ。あの、カード買ったけど、アマゾンの。いや、どうしようかなと思って、コンサート終わってからもう一回入ろうかなと思って、今入ってもさそこまでできないだろうしと思って、コンサート終わってから入ろうかな。入る気ない。いや、入る気はあるよ。だって買ったもん、ちゃんとアマゾンギフトカード。終わってからの方がいいかなと思って、コンサートと思って、まだ入ってない。今日はしてないよ、ゲーム。入るの1年間、1年間の入ろうかなと思ってる。1年間コンビニ売ってた。なんか違うコンビニ行ったら3000円5000円となんか値段こう金額設定できるやつ売ってた、ちゃんと。最初行ったコンビニ1万円のやつしか売ってなくってさびっくりしたけど、普通に売ってた、違うコンビニに行ったら。初めて買ったアマゾンのカード。目的を果たしたので、この辺でありがとうございました。お邪魔しました。こちらこそありがとうございました。ありがとう、とはありがとうね。アマゾンのカード自分で買わないからな、全然。他のいいよ。欲しいものリスト作ってるより、欲しいものリストってあれでしょ、なんかハートみたいなの押したらさ勝手にリスト入ってくるやつでしょ、何買おうみたいな作ってる。自分がこういいなと思ったら忘れない。え、違うのかな、そうじゃないのかな、わかんない。あ、合ってた？そう、それやってる。こっちの携帯見れないか。なんか買おうと思ってるやつとか、 PC のさ、いろいろなんていうの、 PC のなんかカメラ、マイクだったりさ、そういうの調べてどれがいいかなみたいな。あ、プレステはね、もう買うつもりない、諦めた。もう PC 買おうと思って、やりたい、プレステ買ったところでやりたいのがエペだから、まあ、PC でもできるしいいかなみたいな。別にプレステもいいかなと思ってるPC 買うんだったらいいな、いらないからみたいな。
ですか PC？ PC は今月中には買いたいと思ってる。でももうちょっとで終わっちゃう。今月も昨日の夜いろいろ調べてみたけどまだ決めてはない。キーボードマウスにはこだわりないねって、そんな使ったことがないからもう分かんないから、とりあえず買って、なんかもっと違うのが欲しいってなれば買えばいいかなぐらいで。まだどれかはちゃんと決めてない。なんかまだほんとちゃんと全然決めてないよ。全然決めてない、決めてない。いやヘッドセットは買わない、別でマイク買うから。ヘッドセットは買わないです24か27インチ。なんかね、おすすめされたやつどんぐらいだったか、24ぐらいだったかな、そんぐらいだった気がする昨日見てたのそんぐらいだったけど、もう覚えてないや。めっちゃ夜中に見てたから、なんか眠いなと思いながら見てた全然聞いてない。ちゃんともう一回ぐらい聞いてで決めようかな。でもね、あんまね、大きいモニターはね、確かにあんま良くないっていうのと、場所的に置けないからそこまで大きいのは。デュアルスクリーンとか置きたいけど2枚置けないんだよな。めっちゃちっちゃいのじゃないともう1個が。ほんとね、場所がこうさ、縦に置くやつとかもあるじゃん。こう、なんていうの、アーム使ってモニターも、でも挟めないんだよね。挟む場所がなくって、これこの机が挟む場所がなくって、モニター置くところ置きたいところにちょっと無理そうなんだよね。今置けないわ。横に置くにも場所的に多分足りなくてみたいな感じで、縦に置くにも挟む場所がないっていう。1枚かなモニター、とりあえずは。でもモニター1枚でもさ、もう1個さパソコンはあるから、なんていうの、普通のパソコン、それを使うから両方使うから大丈夫、なんとかなるよこれ明るくしたっけさっき。
なんかマウスとかキーボードちょっとまた調べる、決めてないから。パソコンは大体は決めてきたけど、まだ全然決まってないからな。これからもうちょっと調べてちゃんと決める。パソコン持ってるんだ。パソコン一応ね、一応持ってる。時々しか使わないけど。スタバ明日行こうと思ってた。ちょうどあのや焼き芋ブルーレフラペチーノかな、そんなやつ。明日飲もうかなと。えでも明日めっちゃ寒かったら、あでもさ明日めっちゃ暑いって言ってたか。寒かったらラテもありだなと思ったけど、パンプキンスパイスラテみたいなやつで蒸し暑いって言ってたか。下の寒いか寒くないかで決める。フラペチーノにするかラテにするか。こいつはここついてる椅子の黒いのか。さこのさ机のさ椅子が椅子を置くところに対してさ配信このなんていうのカメラ斜めにしてるからさ、めっちゃここの椅子の引き出しのところ、椅子じゃないよ間違えた、机の引き出しのところでさ椅子の手すりを擦っちゃうんだよな。絶対なんか剥がれてる塗装みたいなやつ。椅子が黒くてさ、黒い椅子だからさ、こう当たりすぎると椅子のなんか黒いのがついちゃう。取れたかな。今さっきやっちゃった。ガリって。大子か。なんかちょっと削れてる気がするんだけど気のせいかな。ここがくやっちゃうんだよなガリって。でも明日スタバ行く、絶対に行こう。ちょっと早めに行ってスタバに行こう。どっちの方がちょっと明日の気分的に買ったばっかりなの。机も椅子は今月届いて、机は一年も経ってないね。でもちゃんと使い始めたの最近。椅子がなくってずっと使えてなかった。何のために机、いや机はねついてたんだよねベッドに、そういうタイプのやつ。あのベッドと机はセット。
もちょうどいい、石を置くには。まあ、ちっちゃいけど。なんか勉強机とかだから。ちっちゃいけど。まあ、置けないことはないから。の部分にモニターもつか、ベッドの部分にモニターもつけてもつけてもって感じだよ。どこにどこにさモニターを置いてんのってなっちゃう。意味ないよ多分それ。デスクマットってあるけど、つかないけど、もう、あのね、デスクマット、あ、関係ない場所で、なんていうの、この表面じゃなくってさ、上じゃなくって、引き出しがある横、こう、椅子を、こう、手すりがね、こうぶつかるの、引き出しのところに、側面だね。だからデスクマット置いても関係ない。買う種類より買う日決めたら、買う日、あ、何日に買うってこと。いや無理だ、私それできない。何日までとかじゃないと結局買わないわ多分。今月中にでも買う。PC のスピーカーは絶対買った方がいらないと思うんだけど。いる？いらないっすよ。ってこと？スピーカー？ん？スピーカー？ PC のスピーカー？ん？え、スピーカー？え、どういうこと？このヤマハのいいスピーカー買う10万ぐらい。え、スピーカーいる？いらなくない？イヤホン新しいの買う。PC 買ったらさすがに今のイヤホンじゃあれだわ。あれだからイヤホン買ったし、ゲームするときはねイヤホンつけてやるから。使わないで、うん、ゲームするときもスピーカーなんていうの、イヤホンしないでそういうことないと思うから多分大丈夫じゃない。そう、有線のやつ Bluetooth はね、あの音がずれる。エアポッツ買ってないよ。買ってない、買わない。あれ落としそうだもん。買わないや。私有線のイヤホンと Bluetooth のヘッドホンしか持ってない。でもまだ何かが決めてないから、こっちも女優なくなってるわ。まだ全然 PC も何買うかとか、モニターもどれ買うっていうのはちゃんと決めてないから、
その時に決めるよ。今決めなくても大丈夫だから。イヤホン買い替える。イヤホンは小みっちゃん無理じゃない買うの。いや買うぐらいやったらいけるでしょ多分。買う PC 買いたいだけだから。 PC 買って、いや届いて設置は来月とかになるかもだけど、わかんないけど。別に頼むって感じ。買うだけ買うつもりではいる。ゲーム以外で PC 使う予定ないね。ゲーム以外、ゲーム基本ゲーム。 PC で何か見たりとかも特にしなさそうだしな。PC MacBook か。 MacBook は買わない。ゲーミング PC 買います。ゲーミング PC。このゲームとかどのぐらいだと思う。そう今さあるけどさ、一応パソコンは一応ね、それでもなんか Amazon プライムとか見れるようにはしてあるんだけど、結局テレビで見れるからテレビで見ちゃうんだよな。時々月に1回ぐらいなんかそう、なんかまとめないといけないのがあるから、知らとか、そういうのをまとめるために使ったり。そんな感じ。あ、ん？あ、ドラマ見たか？びっくりした。ドラマちゃんと純愛ディソナスを見たし、石子種も見た。大丈夫か。一瞬見てないかと思った。ウェスポッカニュース加入できないよ。私ウィスポ加入するんだったらバーチャルにならなきゃ。VTuber に転生しなきゃ。でも可愛いよね、ウィスポの子たち。めっちゃ可愛い。ウィスポのキャラみんな可愛い。 VTuber は可愛い方がたくさんいる。パソコンでネットフリは入ってないや。そもそも入ってないです。で入ってたとしても多分見ないね、パソコンで。テレビで見る。最近 YouTube 見てる。毎日見てる YouTube は。なんならさっきもつけて、今もなんかついてる。音は出してないけど、エペの配信
めちゃ強い方がやってるやつプレデターの方プレデターの方の配信いつも見てる、すごーっと思いながら無理だって言うね、自分には無理だみたいな感じで。プレデターの方、プラの力の指輪気になる。あ、なんだっけ、なんかアマゾンかな、何か開いてる時に広告みたいなのが出てたわ。あれどういうやつなんだろう、全然知らない。ケモプラ見てないな。進撃の巨人続き見たいな。スプラの配信、あ、確かにスプラね、最近多いね。スプラ3最近出たばっかか。多いわ、スプラ配信してる人。よく見るスプラ。いや、スプラの配信見たことないね、今まで。いや、あるか、一回だけあるわ。ちょっとだけ、本当にちょっとだけ見た。ちょっとだけ見て、一回だけだわ。基本エペしか見てない。エビア物語のはずだ。エビア物語がやばかった。まあね、映画見ないんだよな、そんなに。海外のやつとか全然見ない。スポチャしたことありますか？スポチャはない。ない、スポチャしたことはない。コメントとかしたことすらないや。腕前の、腕前、そのさ、腕前のなんかこうランクみたいなやつあるじゃん。あれをできるとこまで上がってないんだよね、レベルみたいなやつが。細逆なのか。スパチャーズも出したことないけどな。なんだっけ、メンバーとかもあるじゃん、メンバーも入ってない。パイレーツ・オブ・カリビアン、パイレーツ・オブ・カリビアンは見たことあるよ、家に DVD ある。それはあるけど、なんかでもあんまない、なんかいろんなの。そんなに海外の映画見ないんだよね。映画自体見ること結構少ない。DVD はね、あのなんか誰が買ったのかな、お母さんかお父さんが買ってきたんだと思う。ちっちゃい頃からずっとある、私がちっちゃい。全部はないけど何個か、1、2個あったはず。
ハリーポッターもあるよ、見たこと。いや、ハリーポッターも全部見たことあるわけじゃない、シリーズ全部じゃないけど見たことある。ハリーポッター面白いね。プリンス・オブ・カリビアも面白い。多分お母さんかお父さんどっちかが、お母さんかな、わかんない、どっちかが買ったんだと思うけど。どっちが買ったのか知らないずっとあるから。にもとか、あとなんかあったけど忘れちゃった。バックトゥーザフューチャーは見たことない、ドラマ見たことない。結構見たことないの多いと思う、海外の映画。なんだっけ、なんかあるかな、か有名な。全然見たことないの多いけど、なかったっけな。スターウォーズとか前、まあ、見たことない。タイタニックもないね全然ない。私映画の名前だけ知ってるみたいなやつばっかり。マーベルの映画も多分ほとんど見たことないと思う。字幕は吹き替えがいい機会がいいな。洋画映画もそもそも見る機会が少なくて、見なくてあんま映画を。でも確かに洋画少ないかもしれない。あ、映画館あんま、うん、確かにあんまり行かない。何が見ないね。見たことないの有名なやつとか。うん、一人映画行って、一人映画は行かない行かないです。なんだろう、一人で映画館で見に行くほど行きたいってあんまならないんだよな。ならない、行かないなと。アニメはね、でも前よりあんま見なくなっちゃった。前の方が多分めっちゃ見てた。時々だね、今は。前のよりかは見るけど。タコはあるか。タコってなんだ広岡にしたわけではないよ。広岡にしたわけではない、それは違うよ、それは違う。広岡にしたわけではないけど、広岡ね、漫画読んだ、最新刊まで読んでる広岡にしたわけではない、それはちょっと違うわ。広岡にしたはよくないよ
平和化にしたじゃない、なんていうの、漫画風、アメコミ風にしただけ、平和化っぽくしたわけではない。色が似てる、似てはなくない？似てはないよ。なんか漫画っぽくしたかった、漫画アメコミみたいな。やばい、また引き出しすっちゃうわ。色かには似てないよ、あれは。風にしただけ。平和感は違うな。確かにちょうど平和感読んでる期間だったから漫画っぽくしたくなったんだけど、いや平和感には似てない、あれ。正教会でも生徒って生きてる方見たことある。いや見たことないな。てかあんま見なくない、他の。あんま見たことないよ、他のメンバーとかだったりしても、他のアイドルのグループのなんか生誕 T とかそういうのは見たことない。来てるかな、見たこと、普通に歩いてて見たことないな。私服で着る人少ないんじゃない。ああいうのなんかさ、そういうさイベントとかさ、なんか劇場コンサートとかに来ていったりとかで、私服で普通に着る人少なそう。わかんないけど、私真ん中にいるのは悪いとこ。絶対嘘でしょ。ちなみにみおさんの生誕って生きてる人いて思わず二度見した。マジで。でもやっぱそんなレベルなんだよ、ほら二度見するってことでしょ。あんまいないってことだよ。見たことないもん私、普通になんか私服っぽい感じで着てる人は。そういうさイベントとかコンサート劇場とかにみんな来てるくらいで、私服で着る人はもういないんじゃない。私服で着るくらいおしゃれなのがいい。まあ、確かにね、それもいいよね、普通に着れる。でもさ、メンバーがさこう生誕のやつをさ決めれるのはさ表なんだよね、表側じゃん。裏側に書いてるからさ。表をいくらおしゃれにしたところで、いやな、普段着れるぐらいのデザインにしたところで、そう裏が変わんないからな、着れないからあれなんだよな、限界があるんだよね。パーカーの内側に行きます。あ、確かにそれだと見えないか。でも冬だけだね、夏はできないか。冬は中に来てる、冬は中に来てる人多い。見たことないな、私街で歩いてて着てるの。自分のもないけどもちろん。なかなか見ないよ。
てる人なんて普通に夏とか半袖。始めるのは許可がいるのか。ああノート、何かやってるやつかな。メンバーがえノートだよね。あれなんかブログみたいなやつじゃないっけ。合ってる。えだよね多分。そのやりたいですっていうのを言って許可が下りて始める感じだと思うけど、私そんな文章長く書くの得意じゃないからな。あんま書けない気がするわ。私は始めないかも。ランニングしてる人は見たことある。生誕 T シャツ着て。すごい。しかも見たことない。ランニングか。そういう場所に行かないからか。公園に行くときに見かけることある。あー確かにそれを見かけそう。公園に行くときは見ないもんな。そういうところ。今旅行中だけど普通に暑い日は涼しい部屋で寝て痛いの T シャツ着てます。マジでやばいよなそれ。私のやつなんだけど。なんだっけそれ、なんか五七五みたいなの俳句踏んでなんかやるやつね。そう、何書こうかなって迷った結果それにした。普通の道を走ってたよ。マジか。強いな。強い。スナック袋に入ってた俳句の T シャツです。そう、何するか迷ってどうしようかなと思ってそれにした。今度劇場に飾れる。そうこの間までさ絵日記が飾られてあったじゃん。絵日記私はのはなかったんだけど、書いてないからなかったんだけど、あの次飾られるやつもちょっと見てほしいわ。それに近い感じで書いちゃった。近い感じの書いちゃったから、行く方ぜひ見てください。変わってたらいつから変わるのかちょっと忘れちゃったけど、いつか変わるかちょっと忘れた。次のやつ掲示されるやつ。いつか動かない。日記は提出忘れた。いや忘れたってわけじゃん。あれね自由なんだよね。やらなくても、その絵日記はやんなくてもどっちでもいいみたいな感じだった。思いつかなかった。
はね自由ですみたいなやつだと、してもしなくてもみたいな。波動の練習、波動の練習したい。10月だよね、1ヶ月後ぐらい。したいね、波動。ちょっと勝ちたいわ、次は。今月まで人気がやられてるみたいだから、次の10月、あ、10月からか。でももうちょっと1週間ぐらいで変わる。変わったらぜひ見てください。同じようなの書いてる。また大分だったらさ、景品、景品あるのかな次、わかんないんだけどさ、もし あって大分だったら。え、なんかさすがに合わせてきてるかなって思っちゃいそう。いや、びっくりした。1回目の時、1回目あの出た、こないだ出た方ね。え、地元みたいな。大分聞いてびっくりした。狙ったに行くのも触れてくれなかったから、スタッフさん悲しんでるか。あれ狙ってたの、マジか。あ、狙ってた割にはめっちゃスムーズに進んでいってる。マジか、狙ってたのか。猫についていかないと。ああ、そういうこと。景品、毛が買ったからその時、そういうことね。ひな子が大分に旅行に来るし。びっくりした、聞いた時マジかってなった。1時間経ったけど何時もないし、切れるまでします。2時間20分ぐらい今日だから。次に行ってラーメン屋さんチェックだめ。次に、あ、決めてない。どこ行こうかなと思ってる。家系食べたいんだよね。どこがいいんだろう、調べたら出てくるかな、いろいろ。食べたことない家系ラーメン。二郎系もいいけど、最近食べてないしな。二郎系、二郎系もありちゃう。でもきっと二郎系はひな子行かない気がするから。一人で行こう、二郎系行くと。お腹壊します。え、何が家系、ジロ系。ジロ系のラーメン、いつかな、最後食べたの。今年行った気はする。でもそのぐらい行った気がするぐらい。あ、ニンニクでお腹壊すってこと？マジか。
でさ、ニンニクってさ、意外とさ、こうさ、食べてたらさ、こう二郎系ラーメン辛いの入ってないのにさ、辛いよね。ニンニク結構入ってたら口がヒリヒリする。二郎系ラーメン、え、全然マシとかじゃない、普通ぐらいだったんだけど、ニンニクその時食べたので、普通のラーメン。なんだろう、そのなんか一味とかの辛さじゃなくて、でも口がヒリヒリした。でも美味しかった、やった食べた。最近行ってないんだよな、最後に行ったの半年以上前の気がする。行きたいな、そろそろ。もうちょっと寒くなってからがいいかな。暑いしね。系とシオン系なんていうの、家系インスパイアからから気をつけて、え、わかんないわかんないな、それ。え、行ってみたら、え、なんかわかる、違いがわかんない。家系も食べたことないからもう分かってないけど、家系食べたいんだよね。でもどこがいいか全然知らない。調べてみようかな、今度行く。家系、ひなこと仲いい、ひなこと仲いいよ、仲いい。この間も二人で出かけた。カップヌードルの2つの味を合体したやつは知ってる、知ってる、見たことある、でも買ってない家系と二郎系ってなんか違う、家系はあんま食べたことないからあれだけど、なんかほうれん草と卵がなんだっけ、ほうれん草が入ってるやつだっけ。家系、白毛は多いやつ、なんかめっちゃ持ってあるやつ、野菜とかがそんな感じのやつ。ラーメン結構食べに、ラーメンは、ね、そんなに行かない。この間食べに行ったけど、めっちゃ久しぶりに食べに行ったラーメンそんな行かない、時々、本当に時々だね。一応全種類買ってきた、カップヌードルのやつ、あれなんかいろんな味あったよね。あれが美味しそうだった、辛麺のやつ、辛麺と何だったっけな、買ってないけどさカップヌードル、なんか辛麺のやつ、あ、ニンニクか、豚骨、ニンニク、ん、ニンニク豚骨、あ、どうなんだろう、美味しいのかな、わかんない、ガツンとガツンと思うから、ニンニク豚骨、社内人気ナンバーワン、え、美味しそう。買ってないわ、どれも買ってない。シーフードヌードルとカップヌードル、いや、これは絶対に美味しいでしょ、これはこれはもう王道のやつじゃん、絶対美味しい。チーズカレーと味噌、これも普通に美味しそう。チリトマトとトムヤムクン、これちょっと想像がつかないわ、わかんないわ。カップ
ップヌードル最近食べてないな。でも美味しいよね、カップヌードルも。カップヌードル謎肉。カップヌードルがいろんな味全然食べたことない。普通のやつとカレーとシーフードしか食べたことない。いやマジで王道のやつしか食べたことないわ、今考えてみたら。え、チーズカレー、これ美味しそう。チーズかかってる。カレーも美味しそう。ニンニクとんこつも美味しそう。普通のやつしか食べたことない。めっちゃ王道のやつしかなかったわ、今考えてみたら。そう、いろいろあるね。濃厚カップヌードル、濃厚クリーミークラムチャウダー、美味しそう。これ世界のカップヌードル、世界のカップヌードルシリーズ。魚介スタってのペペロンチーノ、ラーメンなのにペペロンチーノ、すごい。チーズタッカル、え、これも美味しそう。いろいろあるんだね、知らなかった。あ、止まる、嘘。ん、今はいい感じですね。全然知らないな私。ん、何これ、リフィル、これ何、カップヌードルリフィル詰め替え用って何これ。もう最近のやつ全然知らないや。すごいね。あれどこなんだっけ、ちょっと待って。あ、これ違うやつか。ロゼクリームヌードル、これ気になるんだよね。でも見たことなくって売ってるの。これどこに売ってる。これどこに売ってるんだろう。そういう地域全国、え、売ってるの見たことない。なんかさ、美味しいっていうのを見たことがあって、でも売ってるの見たことなくって。どこに売ってんだろう。ロゼクリームヌードル見たことないんだよね、売ってるの。この間なんだっけ、セブン行った時も見たけど、この売ってるカップ麺のところ売ってなくって、このスーパー行った時も見たけど売ってなくって、見たことない。詰め替え袋ラーメンみたいな感じで食べる、知らなかった、初めて見た。なんだっけ詰め替えのやつ、カップ麺というの。これが食べたいんだよね、ロゼクリームヌードル。気になってるんだけど、ずっと売ってるところを見たことがない。8月1日なんですよ最近。でも見たことないんだよな、ほら食べてみたいんだけど、なんか美味しいっていうのを見たことがあって、でもちょっとまだ出会えてないわ。このカップ麺に。
食べようかな。めっちゃ辛いやつ。これもあれかな、なんかさプルタックみたいにさ、ライスペーパーに包んだら美味しいかな。ライスペーパーも今ないから買ってこなきゃな。ペヤングの辛いやつ、この間買ったペヤングの辛いやつ買ってこかな。ライスペーパー包んだら美味しいかな。やってみようかな。ロゼクリームはセブンでたまに見かける。セブン？じゃあセブン行った時ちょっと見てみる。でも前行ったところはなかったから違うセブンだな。違うセブン行った時コンビニじゃ売ってるってこと？セブン以外見てみるね。じゃあコンビニのカップ麺ってさ、普通のさスーパーとかさ、いろんな店とかでさ売ってないカップ麺いろいろ売ってない？辛いやつとかあんま見かけないやつめっちゃある。ちょっと高いけどその代わり買いたくなっちゃう。セブンファミマローソンイオンで扱って、あ、そうなんだ。分かった。じゃあコンビニ行った時だな。コンビニかイオン行った時に探してみる。コンビニ限定多いよね。新商品チェックし、新商品そんなチェックしないよ。え、極からない、極危機からみたいなやつ、なんか鬼が乗ってるやつ、赤鬼が乗ってるパッケージ。買ったんだよね、まだ食べてないけど。ライスペーパー買ってきて帰りにしよう。まだ食べてないずっと置いてある、あそこに置いてある、見えないけど。外出しないと、そうだね、外出しないと買いに行けない。いや本当出ない日多いからな。出なくてもいい日は基本出ないから。何もないけどちょっと出てみるかってならない暇なしどっか行くかってなんないんだよな。出なくていいなら家いるかってなる。いつもそんな感じ。何を外でエペするかって、外でエペできないから Wi-Fi ないとできないからエペ前田ひな子と話してて、その会った日に、なんかひな子は日によって違うらしいの。なんかアウトドアの日とインドアの日があるらしい。そのアウトドアの日はそれぞれの日でもこういろいろ暇だし買い物行こうみたいな感じで、こうなんかとりあえず出てみたりするみたいな。でもインドアの日は出ないって。日によって違うらしい、ひな子は。そう、うち両方なんだよねって言ってたインドアとアウトドア両方らしいひな子が言ってた。私はインドアだけどね。あれだわ、アウトドアになれないわ。そんなにめっちゃなりたいってわけでもないし
このままで別に。そこまで大人になりたいわけでもないんだよね。なんか。そうね、友人がない日出ないな、本当。ソロキャンプと、いや、キャンプはいいや。キャンプそんなにって感じなんだよね。グランピングの方がいいな。キャンプちょっと虫が苦手だから。いや、ソロキャンプとか絶対行かないと思う。わざわざ一人で外行ってなんか泊まるとかいいや。全然家でいい。インドアですか？どういうこと？インドアはちょっと意味が変わってくるよ。インドアインドア、それはちょっと違う。ポケモン GO しないね。なんか一時期入れてた時期もあるけど、もうそれもポケモン GO、 なんかたまたま出かけた時にポケモン GO 開いてポケモンいたら捕まえるぐらい。そんな感じ。ちゃんとやったことないや。もう持ってない、あのアプリ入ってない。その中でテント張ってキャンプしよう。いいわ、それもいいわ。テントそもそも持ってないね。持ってないよ。しないからな、キャンプ。家族がキャンプしない、全然したことない、キャンプ。今まで一回もない、キャンプは。小学校の時にキャンプ、違うな、ロッジみたいな、なんかそういうのしかないや。小学校の時にそれ合宿と思った。キャンプそこまでしたいって思わないんだよね、あんまり。日帰りでいい。そんな泊まりたいとかまで思わないや。日帰りでいいな。まあしたいと思う。川で泳ぎたい、ないね、あんま思わないか。釣りはね、なんか釣り堀みたいなところで釣りしたことはある。普通の釣りはない。バーベキューも今までしたことあるのめっちゃ少ない。今年一回したかな。しっかりしたけど、それも全然プライベートでじゃない、お仕事でしたのと、その前はね、めっちゃ前だよ。小学校低学年か幼稚園ぐらいの時に、そのお父さんの会社で、なんかバーベキューみたいな、それに2、3回ぐらい行ったぐらいかな。しないんだよね、バーベキュー。キャンプは一回もしたことない。そこまでしたいとも思わないかも。日帰りでいいな。あ、お家でなんか焼肉みたいなのはしたりするけど、時々。バーベキューは全然しないね。久しぶりにしたの、今年。めちゃくちゃ久しぶりに。十何年ぶりにしたバーベキューを。いや、家でホットプレートでみたいなのはよくやってたけど、バーベキューは久しぶりだった。
久しぶりにすると楽しかったけど、それは楽しかったね。いろいろ紅葉見に行ける季節行かないんだよな行かない、今まで行ったこともない、全然行かない、本当に行かない。そういうの見にとか景色見にとか、本当にインドアアウトドアの趣味が全然ないや。家族と何かアウトドアしないね、しない。家族もインドアが多いのかな。お父さん時々釣り行ったりしてたけど、バス釣り行ってたけど、なんか最近行かなくなったね。何年か前ぐらいから前は行ってたけど、時々妹たちも休みの日家にいること多いし、学校休みの日、休日とか、お母さんお休みの日は、お母さんはでも毎日買い物行ってるからな。でも家行ってめっちゃ寝てたりとかお母さんも漫画好きだから、お母さん漫画読んでたりとかしてたりするね。バイクなんだよ、インド派なの。なんだ、あ、お父さん、お父さんはねもうバイク持ってないからね。今バイク持ってた頃はツーリングとか行ってたよ。でもそう、いつかな、結構前からもうバイク持ってないから、そのバイク持ってた頃はそう、仕事仲間、そう会社の人とかとツーリング行ったりとか、釣りバス釣りしに行ったりとか行ってたけど、もうバイクないくって、今車であんま行かなくなったんです。そんな感じだからな。妹たちもほんと休みの日家にいること多いよ。遊びに行ってたら、あ、なんか、あ、今日行くんだぐらいの家にいることの方が多いね。そんな感じ。アウトドアっていうアウトドア全然いない。散歩行ったりとか見たことないもん。だからね、散歩に行くっていう習慣がないんだよね。妹たちも行かないし、お母さんとかお父さんも行かないし、散歩、お父さんがちょっと出かけてくるっていう、なんか、なんかちょっとこういるものあるからコンビニ行ってくるわとか、近くのなんていうのか、スーパーとかドラッグストアとかそういうところになんか必要なものあるから買いに行ってくるわみたいな、コンタクトの駅、洗浄液なくなったから買いに行ってくるわみたいな、そんな感じぐらいそんな感じでしか行かないでも誰も散歩行かないからな。そうだから散歩に行く習慣がないんだよな。だから行こうとも思わないんだよね。したことないもん今まで全然。そう、買い物ぐらいだね外で。お父さんも。でも散歩っていうより車で行っちゃうからな。なんかあんと近くのぐらいとかだったら歩いて行ってる時もあるけど、あ、珍しいってなる。車で行ってる、散歩じゃないね。散歩ね、したことないな、本当。ちょっと散歩行ってくるって言ったら多分びっくりされる、家族に。え？って言われるどこ行くの？って言われちゃう、絶対に
え、そんな感じ、そんな感じ、誰も行かない散歩とか、家族何しに行くのってあれじゃん。散歩行ってくるとか言ったことないわ行くって言ったら絶対に聞かれるわ。どこ行くのって聞かれちゃう。どんなバイクになってたの？お父さん？なんか、でももう覚えてないんだよね。なんかいろいろ書いてたけど、バイク結構前だからな、本当。何年前だろう、私が中学生の頃ギリギリ持ってたかな。ギリギリその時原付だったかな。バイク乗ってた私は小学校小学生ぐらいの時までかも。だから8年くらい前、もうちょい前かな。あんま覚えてない、お父さんが何乗ってたかあんま興味はなかったし、どんなのとか知らないからな。メーカーとかも、メーカー、そこのなんていうの、そういうのも緑のバイク乗ってたのは覚えてるけど、一時期なんか緑のなんていうのデザインの、全然知らないや。大きかったと思うけど、その時に見た大きいだからな、わかんないな。本当に大きかったのかなちょっとあんま本当に記憶いない、あんま記憶ない、本当興味なかったからな、バイク。川崎かな、わかんないな本当に私知らないんだよね、バイク。お父さんに聞いたら分かると思うけど、何乗ってたとか覚えてそうだけど。川崎、どんな川崎って、なんかこんなんだった気もするけど、あんま覚えてないでもなんか近い、こんなのこんなのこんなの、でも本当にここの顔は知らない。こんなの乗ってた、こんな感じの一時期ね。でも結構変えてたからさ、あのバイクこれ乗ってる時期もあったってだけ。他のも乗ってた、でも覚えてない、わかんない。知らないや昔乗ってたってだけ。お母さんもね、多分私が生まれる前ぐらいは乗ってたけど、もう乗ってない。後ろも乗せてもあとはあと何回かあるよ。小学校の時に遅刻しそうだから連れてって、で後ろに乗せてもらってた。怖かった怖かった。普通に地面が近すぎて曲がるとき普通に怖かったけど後ろのバイク後ろ乗せてもらって
通学お母さんなんかその女の人でバイク乗るのかっこいいって憧れて免許取ったらしいんだけどお母さんはちょっと多分バイク運転するの向いてなかったそれでそうもう乗ってないんですけど、まあどっちも今は乗ってない。そうだから両方持ってる親バイクの免許多分ね。お父さんバイクは好きなんだと思うんだよね。バイクじゃなかった、なんかいろいろ乗ってたけどもう忘れちゃった。今は乗ってない。お父さんはバイク好きだと思う。お母さんはバイク乗って女の人が乗ってるのかっこいいで撮ったんだと思うよそのバイク自体が好きっていうかは多分そんな感じ。大型お父さん持ってると思う。お母さんと持ってると思うけど、お父さんどっちも多分持ってる。バイク乗ってるとこほんと一回見たことないな。生まれる前にも乗るのやめちゃったのかな私が。かっこつけて、いやそういうわけない。多分憧れてたんだけどさ、女の人が乗ってるの見てかっこいいと思ってその風にやってみたいと思ってだと思うけど、乗ってるの見たことないからな私は。写真でしか見たことない。こう二人がバイク乗ってるのめっちゃ昔の写真それしか見たことないや。お母さん足つくちょっと分かんないな。お母さん乗ってるとこ本当に見たことない。私は持ってるのは知ってるけど免許乗ってるとこは見たことない。写真でしか見たことない。ちょっと手帳発がパサってきた。あーよくあるやつそれに憧れたのかな知らないな。でもなんかでもなんかそう言ってた。女の人がバイク乗ってるのかっこいいと思って撮ったって言ってたって言ってた。いつかあんま見ないね女の人でバイク乗ってるの。男の人が多いよね。仮面ライダー乗り？仮面ライダー乗りって何わかんない。わかんないな。ママに私いやお父さんにだねお父さんに
言われることの多い。足を後ろに伸ばす乗り方。あ、うつ伏せ？え、怖っ。怖くない？それで乗るの。事故りそう。あ、え、仮面ライダーそれで乗ってるってこと？仮面ライダーね。わかんないわ。ちょっと待って、え、そんなイメージないんだけど。え、わかん、え、あー、あれね、めっちゃ前の仮面ライダーね。すごすごいね。怖い、落ちそう。倒れそう。バランス取るの難しそう。すごい。それは知らないわ私。この時代の仮面ライダーを見てないからわかんないわ。すごいのこれ。初めて知った。これの仮面ライダー見たことなかった。確かに仮面ライダーバイク乗ってるイメージあるな。あれかな、電王とか乗ってたよね、バイク。今の仮面ライダーどうか知らないけど、電王はめっちゃ乗ってたイメージがある。バイク今のも乗ってんのかな。乗ってるね。ゼロワンって最近ですよね。乗ってるわ仮面ライダー。そう、私は電話世代だよ。電話ダブルをめっちゃ見てた。リケード、キバとかそこらへん。一番最初は電話だね。めっちゃ見てたね。懐かしい。うん、デモ以外いろいろ載ってるわ。ダブルとかも載ってるわ。あ、そうか、仮面ライダーだからか。確かに確かに言われてみれば懐かしいね。仮面ライダーとかもう見ないや。ウルトラマン、ウルトラマン見たことない。私ウルトラマンを見たことないな。わかんない。何タロス派ですか。何タロス派だったかな、覚えてないな。なんだろうな、何が好きだったんだろう、ちょっと覚えてないや。懐かしいね。でもめっちゃ見てたよ。でも電王から見始めた仮面ライダーって。どのぐらいだっけ、途中まで。
知ってるけど、外部は弟が見てた。で、名前ちょっと知ってるぐらい。そのぐらいまでしか知らないな。電話に気合って、あ、そうなんだ。電話、なんか、私も見てたけど、お母さんが好きなんだよね、仮面ライダーで。お母さんが、その電話が一番面白かったって言ってる。お母さんが好きなんだよね。お母さんは DVD 借りてきて弟に見せたりしてた。知らない、確かに私も分かんないな、分かんないな。何が好きだったか覚えてないな。だから日曜だけ、日曜にあるよね、仮面ライダー。日曜だけちょっと早く起きて見てたもん。その時は懐かしい。朝起きてさ見てたな。プリキュア見て仮面ライダー、その順番だっけ、忘れちゃった。見てってしてた。プリキュアね、プリキュア555だね。でも2人はプリキュアも見てたよ。でも一番世代はプリキュア555、そこだね。ワンピースは、ワンピースはね全然見てない、わかんない。ひよかちゃんぜーっと笑っていいと思ってきり、笑っていいとは普通に見てた、全然見てた。私のいつからの年代になるんだろうね。もう知らないっていう、見たことないっていう形、わかんないけど私は普通に見てたよ。千枚女ドレミはね見たことないや。可愛いよね、でもキャラクター可愛いとは思うけど見たことないから内容はもう分かんない。レモネードとかそこら辺、そう、レモネードが好きだった。キャレモネード、そのキャラクターが好きだった。懐かしい、ほんと。ハンターハンターもないね、ないよ。うん、お邪魔女ドレミは見たことない。キャラクターかわいい、実は言ったらセーラームーンとか見たことない。キャラクターかわいいと見たことないよ。セーラームーンもちゃんと見たことない。なんかアニマックスとかそういうのでちょっとなんか流れてて放送されてて、ほんの少しだけ見たことあるレベル。セーラームはそんな感じ、ちょっとだけ。ちゃんと見たことはない。そういうのレモネード好きね。キュアレモネード人気だった。人気だった。クリーミーマミー、いや、それわかんないわ。それはちょっと何かすらわかんない。あしゃまじゃドレミとかはまだわかるけど、いや、有名だからか。それキュア君は、キュア君は私より可愛かった。いや、俺もレモネードが好きだったな、懐かしい。
ラムダンクは漫画で、スラムダンクは漫画も見たことがないね。意外と私見たことないの多い。なんかそういうさ有名なアニメとか、いろいろ。でもワンピースもないし、ドラゴンボールもちゃんと見たことないし、大体の内容わかるけど、どっちも大体の、本当に大体の内容わかるぐらいの本レベル。民放3曲しかないから、いや普通に見れるよ、普通の、あの民放じゃない曲も映るし、普通に見れるけど、多分見たことがないと。クリーミーマミは知らないな、見たことないと。めっちゃ多いそういうやつセラムも本当に分かんないんだけど、どんなのかさえ分かんないって。調べてみるか、知ってるのかな、意外と見たら。クリーミー、いや全然知らないわ、分かんなかった。魔法の天使、わかんない。でも可愛いねこのキャラクター。知らないよ。イニエーシャルームにも、あ、それは見てた。イニエーシャルーム見てた。あ、 DVD とかでDVD 借りてみたりとか。アニマックスで時々会ってたのを見たぐらい。アイマーミーマインちゃん、あ、見てた。なんかあのクッキングみたいなやつ、 NHK の見てた。マインちゃんめっちゃ可愛かった。見るまでポンとか絶対知らなかった。見るまでポンは聞いたことあるけど、キャラクターもなんか見たことあるけど見たことないや。ラム面白いみたいな。ラマはね見たことあるよ。ラマ見た。シャルの羊とか羊のショーンは見てた。見てたそこら辺は見てたな。私んち見たことないや、知ってるけど。ジュエルペット世代かな。あ、確かにちっちゃい頃やってた。でもちゃんと見たことはないと思う。ちゃんと見たことはないな。あれ好きだった。ちょっとなんかそういう世代、何々世代みたいな感じか分かんないけど、守護キャラめっちゃ懐かしくない？守護キャラめちゃくちゃ好きだった。めっちゃ見てたもん、アニメ DVD とか借りてみたりしてた。何のキャラが好きだったかな、守護キャラ。好きだったんだよね、これめっちゃ懐かしい。アニメを見てて
キャラクターでどっから見るんだ。あ、このさ、これ主人公の女の子、ひなもりあむちゃんのスーっていうこの緑かなのクローバーのキャラクターが好きだった。え、このさ、このキャラクターってあれだったのね、設定小学6年生のキャラだったの高校生ぐらいかと思ってた、勝手にえ、そのぐらいだったんだ確かに今見ると幼い感じするわ懐かしい。いろいろ見てたよ、あと。なんだっけな、合ってるかな、自分で。この。オーラン高校ホストクラブ。ってやつ。アニメ見てた。これも好きだった気がする。好きだったわ、これもめちゃ懐かしい。これアニメ見てたもん、ちゃんと。なんかね、好きなキャラいたんだよね。これ誰だっけな、なんか可愛い感じのキャラ、誰だっけ。ああ、ちょっとわかんないな、これ。どこだ、どこで見たら。どこに乗ってるキャラ。誰だっけ。キャラクター。なんかちょっと画像付き出てくるとこないのかな。キャラ一覧。これだ、これ、これなんて読むんだ、ちょっと待って。このキャラクターが好きだった、ハニー先輩。このウサギ持ってる男の子のキャラクター、可愛い感じの、好きだった、懐かしい。見てたわ、めっちゃ。主人公の子も可愛かった、女の子なんだけど。めっちゃ見てたわ、これ。ここら辺だね、世代。レボリューションめちゃモテ院長、あ、そこら辺も見てた。めちゃモテ院長見てた。で、漫画で読んでた。キャリーレボリューションかな。と戦うハム太郎確かにハム太郎も可愛いね。ハム太郎も可愛い。懐かしい、ショーキャラとか、オラン高校ホストクラブとかめっちゃ見てたもん。流行ったね、ここら辺が。ちっちゃい子見てたの、ここら辺かな。キ
ケロロ軍曹、ケロロ軍曹は、ケロロ軍曹もアニマックスで時々やってて見てたぐらい。アニマックス見てたからちっちゃい頃、それに映るやつは時々見てたよ。何があったかな、なんかコナン君とか、カートゥーン、カートゥーンネットワークもあったから、なんか海外のアニメ、それであれだね、なんかいろんな海外のアニメ見てたわ。うんなんだっけ、なんかいろいろ見てたけど、あんま題名知らないの多い、アニメの名前知らないの多い、海外のアニメは。なんだっけな、あれ、なんかいろいろ見てたけど。あ、トムとジェリーも見てた。あ、パワーパフガールズとかか。パワーパフガールズそれで好きになったんだ、その、それで見てて。なんかアニマックスとハートネットワークで映るやつはいろいろ見てた。それで、そのチャンネルで。あれ、なんかさ、すごいキャラクターの名前とかも知らない、なんか海外のアニメでめっちゃ見てる、なんかよくついてるやつがあって、見るときに、え、なんだろうあれ、ちょっと待ってる。カートゥーンネットワークでしょ、で、え、なんだっけあれ、思い出せそうで思い出せないね、なんかよくわかんないキャラクター、でもアニメじゃない、なんかね、普通のなんか撮った映像みたいな、なんていうの、難しい、なんだっけあれ、キャラクターの名前知らないんだよね、アニメじゃない、なんかね、アニメっていう感じ、アニメじゃない、なんだっけ、でもキャラクターの名前知らないからな、実写、なんか実写みたいな、でもなんかアニメっていうアニメじゃない、あんな、なんかさ、よくあるような、え、シンプソン知らないんだよね、なんだっけ、え、キャラクターの名前知らなくて、なんかよくわかんない、なんか黄色とか赤とかいろんな色のなんかふわふわの、なんか毛がふわふわのキャラクター、あれなんだろう、名前知らないんだよね、サービス、え、違う違う、なんか違う、なんか黄色のやつとか、なんか耳がこう三角の耳みたいなのが生えてて、ちょっと宇宙人っぽいやつ、名前知ってる人いないかな、わかんないんだよな、あれ、あれなんだろう、なんか黄色いやつはなんか角みたいなの生えてた、なんか、なんて調べたら出てくると思う、テレタビ、あ、それかも、ちょっと待って、よく知ってるね、それだわ、それ、これこれ、 これえ、みんな角みたいなの入ってるわこれがなんか、よくついてて、私が見るときに見てたわ、懐かしすぎるこれこれカーツネタグじゃないか、これなんだ、なんでついてんの、キッズステーション、わかんないな、これ見てた懐かしすぎるこれふわふわしてないか、ふわふわしてるかと思ってた、なんかよくわかんないキャラクター、これ見てたな
懐かしい。なんかよく分かんなかった、その見てもなんかストーリーもよく分かんないけど、なんかよくついてて、見るときにこれで見てた。懐かしすぎる。ずっと知らなかった名前。まず何言ってるかわからないからなかなかない、本当にそう。なんかね、確かに何言ってるかわかんない、内容もちょっとよく分かんなかったけど見てたわ、なんとなくで。トナタイなんかふわふわのイメージがあったんだけど、そこまであったわ、ふわふわしてなかった。懐かしい。てかもうさ、アニマックスとかさ、そういうのだけで懐かしいわ。かつネットワークとかも、そのチャンネルが懐かしい、まず。そのチャンネル解約しててさ、ずっとそのちっちゃい頃見てて、でもうみんなそんな見ないでしょってことやって解約してたんだけど、最近なんかまた入って、久しぶりに見たらめちゃくちゃ懐かしかった。このなんかアニマックスのさ、こう何時からこれみたいな、その時々さ番組表みたいなやつが流れるのね、もうそれ見るだけで懐かしかった。こんなのあったと思って、めっちゃ懐かしかった。今はさ、昔やってたような番組あんまやってないからさ、あれだけど、そう、めちゃくちゃ懐かしい。パーパフガールズがさ流れてるのも懐かしい。ずっとそんな再放送して、ずっとなんかアニメついてるよ、あのアニマックスとかカートネットワーク、時々 CM とかの合間とかに番組表がパッて映って、何時からはこれ、何時からはこれ、何時からはこれみたいな書いてあって、めちゃくちゃ懐かしかったそれ見て。これがこれがエモいなのね。エモかったわ。じゃあずっと見てなかったから、解約しててそのチャンネルを、小学校の時ぐらいに見ないでしょってなって隠してて、久しぶりに会ったら懐かしすぎて。そうずっと見てたもん。入って何日間かはずっとそのチャンネルつけてた。最近あんまつけてないや、今も見れるんだけど。パワーパフ懐かしい、懐かしいよね。パワーパフガールズ好きだったな。バブルスが好き。パワーパフガールズは可愛い。他のキャラクターも可愛いけど、なんかいろんな海外のアニメ見てたわ。めっちゃ懐かしい。でも最近さ、やってないやつとか重いからな。そのちっちゃい頃は見てたけど、もう放送してないみたいなやつが多くて、もう見ないけど。タートルズとねっすっけ、知ってる気がする。ちょっと待って、タートルズね、あーこれね、これあんま見たことないわ私。でも知ってるけどあんま見たことないよ、わかんない。知ってる、このキャラクターは知ってる、アニメだけど。ベルバラ、ベルサイユのバラは見たことないね。見たことないや、わかんない。ルパン三世、あー確かにずっとやってるね。やってるわ。ほんとに久しぶりにつけた時めちゃくちゃ懐かしかったもん。そう、小学生ぶりとかに見たから、アニマックスとかカートネットワーク
ちゃ懐かしかった。ガッシュベル、なんか知ってそうな気もするけど、ちょっと待って。ガッシュベル、知ってるけど見たことないな。これキャラクターは知ってる、でもあんま知らないわ。見たことあるレベル、知ってるってより。この主人公のキャラ、金髪の、あ、見たことあるよ、あるけどっていうレベルだな。あんま知らないかも。デジモン、デジモン知ってる。あ、でも見たことはほんのちょっとだけって感じ。ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルはね、ちっちゃい頃見なかったからね、今見れるけど、なんかそんなに懐かしいって感じしない。ちっちゃい頃見たことない。ちっちゃい頃見てたのはアニマックスとカートネットワーク、この2つだけ。ディズニーチャンネルだからね、まあ見ないね、今見れるけど。ギャトルズ、ギャトルズ、わかんないな、ちょっと知ってるかな。え、なんかあの、なんだっけ、名前は知らないの、アニメの名前知らないの多いかな。これわかんないわ。でも絵は見たことあるような気がするけど、わかんない。うん、違う、そんなに話してた、早っ。55分になったらランキング見ましょうか。13位からランキング見ます。13位、まさむねさん、ありがとうございます。12位、なかみーさん、ありがとうございます。11位、トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。10位、ななさん、ありがとうございます。9位、あけひこさん、ありがとうございます。8位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。7位、まるさん、ありがとうございます。6位、お豆さん、ありがとうございます。5位、とわさん、ありがとうございます。4位、ラスカールさん、ありがとうございます。3位、としのりさん、ありがとうございます。2位、ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位が国陽さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。明日の配信は、明日は私の準備が早く終わればするかもしれない。お話し会の前、何時頃かな、お昼過ぎ、お昼ぐらい、準備が終わってればお昼過ぎぐらいかな、準備が終わってればするかも。ちょっと準備がなくってギリギリまでしてたらしないかも。あ、ちょっと分かんない、するか微妙だわ。しなかったら夜長めにするけど、あ、分かんないな、明日。そっか、結構夜遅くまでか。じゃあしたいけどな、夕方、夕方じゃない、間違えた、お昼過ぎぐらい。でも準備私が早くしないとな。じゃあないね。やばい。ないって言われてるわ。夜配信は夜はする、23時にはしてると思う、いつも通り。22時台からできればするけど、戻って帰ってくる時間によるね。私の準備次第だな、お昼過ぎは。私の準備が終わってればだな。準備次第で。ちょっと分かんないや、明日になってみたいと思う。その時になってみないと分かんない、私の準備が終わってるかは。
微妙だわ、するかも。まあでもしてなくても夜は多分すると思うんで、夜はする、23時台にはしてるので。期待しないでよって、うん、それがいい、それがいい。するか分かんないから。夜はする、夜は、夜は23時台にはやってる。みんな夜配信待ってます。みんな夜配信のことしか言わない。昼はそうだね、時間があれば、時間があればで、ね、微妙ってことで。じゃあ明日お話し会よろしくお願いします。ちょっと今から服決めてくる、明日着る。もう明日になっちゃうわ、早く決めないと。じゃあまた、できそうだったら明日のお昼配信で、なければ夜だね。じゃあまた明日、ありがとうございました。おやすみなさい。昼できそうだったらするから、時間があれば。準備が終わってればするので、うん、準備が終わってれば。じゃあまた明日ね、おやすみ、バイバイ、ありがとうございました、おやすみなさい。